はい、皆さん、今日の動画は前一回撮ったんですけど、俺が間違って消してなくなった中距離の練習方法を説明したいと思います。じゃあはい、皆さん、まずね、中距離に必要なことをね、説明したいと思います。中距離上手くなるために必要なこと。まあ、まず指切りですね。はい、まあ、これはもう基本中の基本なんですけど、指切りは、まあ、2発指切りだったり、3発指切りだったりあると思うんですけど、今の声コードは、連打したらとりあえず指切りできるんですよね、実は。別に何発指とか意識せずに、ただただ連打しとけば、指切りはできるんですよ。昔は、玉詰まりっていうのがあって、まあ、一点リズムでやんないと詰まってたんですけど、玉が。それがないんで、玉詰まりがなくなってるんですよね、今の声コード。まあ、指切りは結構簡単です。まあ、でも、2発とかでやった方が多分、感覚的に、まあ、てかリコイルしやすいかなって感じですね、連打適当にするよりはワンチャン。一つ、あれなんですけど、オリジナルよりは、竜の方が、ちょっとわかりやすいよね。繋がってるかどうかっていうのが、まあ、てか、できてるかどうか。これがまず遅いバージョンなんですけど、指切りが。安定してない指切りね、これ。綺麗じゃないですよね。繋がってないっていうより、まあ、綺麗じゃないですよ、音が。で、まあ、ちゃんと指切りしたら、こうなります。こんな感じの音になるんで、大体。こんな感じの音に近づけるように、それで指切りは、やったらいいかなって感じですね。じゃあ次、リコイルですね。はい。指切りの次はリコイル。まあ、これも、基本ですよね、まあ。大事なのはみんなわかってると思うんですけど、まあ、リコイル、まず、クゴ式っていうのは、左上に上がってくるんですよね。まあ、だからもう、右下に下げるだけです。これ指切りでいったら、まあ、簡単なんで。でも、ここ、ドットの感度が大事だと思うんですよ。で、ドットの感度なんですけど、まあ、正直僕の中で、例えばこれ感度は、まあ、俺は53なんですけど、まあ、この40発を打つじゃないですか。こうやってね。これをリコイル、だいたいこんな感じでリコイルして、指が画面内に収まってたらいいと思うんですよ。この40発をリコイルして、画面内に指が収まってたら、それは多分感度いいと思います。例えばこれを俺は、まあ、極端な足20とかにすると、あ、指がオーバーしてるんですよ。今オーバーしてこうやって上がっていってるんですけど、抑えきれないんですよね。なんか抑えきれるくらいにして、したらいいと思います。こんな感じですね。まあ大体まずこれが基本中の基本です。この二つができてないと正直安心にならないので、この二つができてからこれから次のステップにまあ進んでほしいかな。この二つはやってたら感覚つくんで頑張りましょう。指切りするときの注意点は、まず一定のリズムで打つことかな。それも感覚で覚えるじゃない。まあ大体感覚のゲームなんだよね、そもそもこのゲームって。ね、もう、解説の意味あるんだって話だけど、で、感覚ゲーだから、まあ、とりあえずこうやってリコイルして打ってたら、まあ、覚えると思う、体が勝手に。次に、結構、この練習俺がいいと思ってるやつなんですけど、まずここ奥の AI ターゲットいるじゃないですか、一番奥の。ここを、大体、10発から15発以内に倒せるようにする、基本的に。大体こんな感じで。奥の AI ターゲットを10発から15発。動いてる時に、まあでもこれ防具によって変わるんで、ですね、大体ここを40発ってことは、まあ25発になる前に倒せたらいいってことですね、あっちの AI ターゲット。動いてる時にやった方がいいっす。大体これで偏差覚えれるんで、あいつ捨てたりするんであれですけど、大体偏差覚えれます、これで。で、この10発から15発をとりあえず、まあ、15発以内にしようかな。ややこしいから。15発以内に安定して倒せるようになったら、大体はいけると思うんで、結構いい目安になるんじゃないかなって思いますね。射撃場の練習はこんな感じですね。俺、今、あとはもう中距離関係ないですけど、初段を良くするためにこうやって適当に打つだけなんですけど、AI ターゲットを。あいつが復活する前に、こう、倒す感じ。大体これが俺の射撃の練習っす。ちょっと下手なんですけど。射撃場はまあ基本中の基本をできるようにするためにまあやる感じですかね。でまあまあこれをそうだこれのやった方がいい練習時間、まあ、1日30分これやったら結構中級の感覚がつくんじゃないかなって。で、この指キーとリコイルの練習はできるようになったらいらないです。やんなくて大丈夫です、これは。自分がどんくらいできるようになったかを確かめるために、まず団体にします。団体麦畑。
まあこれはランドム機で見てた、俺は空母にしようかな。まずこれを取るんですけど、これ取ったらこっちに展開します。まあこっちでもいいな、どっちでもいいか、まあ左右どっちかに展開します。あくまでこれは俺は中距離の解説なんで、ちょっと展開して打つっていう練習なんですけど、まあ普通に内側に強くなりたいときはまっすぐ行ってガントツでもしときゃいいかなと思います。あくまで中距離練習のための展開で、ね、展開して打つっていうあれなんですけど、展開したら車線が通るんですよね。まず相手が詰めてくるところ、だからそこを打ってだいたいどんだけ当てるかって感じかな。まあ偏差を覚えるためかな、これも。やっぱ偏差が大事だから、中距離っていうのは偏差がの感覚がつかめてないと指キーとリコイルができてようが当たんないですよ。ああやって走ってる敵を撃つみたいな場所っす。まあ全然当たりませんよと。これが偏差がうまくいってないっていうあれですね。まあ、これを1日、まあ、これも30分でいいかな。30分くらいやっときゃ、これ1時間で1ヶ月くらい続けときゃ、まあ、うまくなると思うんですけどね。で、だいたいまあ、終わっ、こうやって詰めてこなかったら、普通に打つだけです、あとは。ちょっと MR すぎてあれなんですけど、まあ、詰めちゃってもいいかな。こんな風に。こんな感じで詰めてって、まあ、敵を倒すだけ。あと。うん。詰めてきてる敵を倒すみたいな、あ、倒せませんみたいな。ちょっと MR くてね、抜けてないからあれなんだけど、まあ、これを出たら上手くなるんじゃないかなって感じっすね。右に走るだけっす。ドリンク飲んでてもいいかもしれないですね、焼き切るんで。豆腐のこの塀、まあ、今合わせてるところ、この裏から打つって感じなんですけど、まあ、まだ有名になる前の俺は、これを一日、まず射撃場を、まあ、2時間とか行って、団体30分みたいな感じでやってた。この団体を。まだ有名になる前の俺ね。今日も全然やってないんだけど。まあ、みんなには、やっぱみんなこういうことうまくやってほしいから、教えます。練習方法。こんな感じで打ちます。連射が当たりま、わかりません、俺は。ちょっと、下手でね、ごめんなさい。はい、俺もちゃんとやるようにしときます。どんどん右展開しちゃいましょう。もうありがとうございます。こんな感じで当たるんで、いや、味方が赤いしちゃってます。じゃあ皆さん、こんな感じの練習になります。皆さんこれをね、続けて、まあ大会とか中距離によってクリップ取ってくださいって感じです。で皆さん練習頑張ってください。お疲れ様でした。